皆様こんにちは。私は今回のクレジットマター TV を担当するスタンダード&プアーズ金融サービス格付け部門のオースティンです。今日はスタンダード&プアーズレーティングジャパンのマネージングディレクター根本を招きまして、日本の大手銀行がバーゼル3に対してどのように取り組んでいくのかについて話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本ではバーゼル3は2013年3月から導入されることになっていますが、日本の銀行の対応状況はどのようになっているのでしょうか。はい、国際基準行といわれるバーゼル3に対応する銀行については、すべてが、十分に対応ができると考えています。一つのハードルはコモンティア1 4.5% という基準を達成することですが、今までの増資とかそれから収益の改善でこれは十分クリアできると見ています。また2019年にさらに 7% に上がるわけですが、現在の推計では少しリスクアセットが増えながら、それを十分に達成することが可能と思っています。また 3つの大手銀行に関してはグローバルにシステム上重要なことということで、サーチャージというのを課せられるわけですが、これも達成できると思います。ただその推計は現在の純利益が維持されるということを前提にしていますので、仮に何か大きな損失などでそれが達成できない場合はまた別の対応が必要になるかもしれません。バーゼル3導入後の日本の銀行の総自己資本比率はどうなると見ていますか。今後ハイブリッドといわれる資本をどのくらい発行できるかにかかってきますけれど、仮に劣後債それから優先株などが発行できなかった場合は総自己資本比率は下がっていくことになります。そうなるといくつかの銀行にとっては総自己資本比率を達成できなくなる可能性があります。ただ多くの銀行は発行のための準備をしていますし、今後約6兆円ぐらいの資本に関してはですね、リプレイスしていくことができると考えています。ハイブリッド資本証券の発行は日本の銀行の収益や信用力に対してどのような影響を持っていると考えられますか。大変大きな影響というほどではないんですけれど、2つ影響があります。一つは優先株優先証券は、我々がみなす、自己資本比率に入っておりますので、それが発行できるということは、その自己資本比率にとってはプラスの要因となります。一方劣後債は自己資本にカウントされていませんが、ある程度の余裕を持って自己資本比率を達成するということが格付け上は重要かと思っています。でそしてその際に問題となるのは調達コストが上がるということです。例えばクーポンが 7% で7兆円のハイブリッドを発行した場合に、我々は約、ネットプロフィットの 14% ぐらいの調達コストになるのではないかと考えています。ただこのぐらいは今後収益の改善などで吸収はできるかと思っています。自己資本比率に関して今後銀行の対応とか戦略などが注目されるところです。根本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、今回はクレジットマター TV をご覧いただきましてありがとうございました。